ヘルト・ウィルダースは、オランダの政治家。自由党の初代党首。第二人議員。氏名は、ヘイルド・ウィルデルスとも表記される。1963年9月6日、印刷会社に勤務する父と母の間に、フェンドウで生まれる。通信制大学のオランダオープン大学で法学を、学び、卒業した。青年時代に、イスラエルに2年間住んでいたことがあり。 現在に至るまで40回もイスラエルを訪れている。1997年に自由民主国民党の議員として、ユトレヒトの市議会議員となり、政治キャリアがスタートした。市議会議員時代、傍観に襲われている。1998年に自由民主国民党から出馬し、国会議員に初当選。2006年に自由党を決闘、党首となり、 現在もその地位にいる。2008年に反イスラムの短編映画、人名を、政策、物議を醸す。2014年、地方選挙の演説で、モロッコ人が増えるのと減るのは、どっちがいいかと発言し、人種差別的発言であるとして、オランダ検察当局に起訴される。2017年3月15日の投開票の、総選挙では自由民主国民党のマルク ルッテと首相の座をかけて争ったが、極右対等への危機感から予測されてほど票が伸びず、ウィルダース率いる自由党は第二党にとどまり敗北した。欧州会議主義者である。また、一般には右翼、極右とみなされている。ウィルダース自身は、私はハイダーやルペンの仲間ではない。我々はイタリアのムッソリーニのようにはならない。私は、私が、 ファシストの団体と同じ扱いをされるのがとても嫌だと述べている。しかしながら、ウィルダースは強硬な反イスラーム主義者である。私はムスリムが嫌いなのではない。イスラームが嫌いなのだ。クルアーンは、ファシストの書物と述べている。政策として、モスクとマドラサの閉鎖、新規建設禁止、急進的ムスリムの国外追放などを主張している。また、親イスラエル派でもあり、 イスラエルは西側諸国の最初の防衛ラインだと述べている。また、ウィルダースはソーシャルメディアを効果的に活用していること、加酸化水素水で金髪にしたようなふわふわな髪型であること、既得権益層の打倒イスラム教徒の排斥、保護貿易の主張などを主張していること、オランダを再び我々のものにというスローガンがメイクアメリカグレート、 アゲインというドナルド・トランプ元米国大統領のスローガンに引っ掛けたものであることなどからオランダのトランプと呼ばれている。無信論者である。また、一時期イギリスに入国禁止になっていた。その極端な思想から過去には市議会議員時代傍観に襲われていることもあり、常に限界な警戒体制が敷かれている。母親はオランダ人とインドネシア人とのハーフで、 ビルダースの金髪は染められたものである。ありがとうございます。